はい、どうも皆さん、こんにちは。ななゆうです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材はですね、青チャートの例題からです。 B のベクトルですね、平面ベクトルです。問題はこれですね、2a たす b の大きさが1、それから a たす3 a マイナス 3b の大きさが1を満たすように自由に動くときに、a ベクトルたす b ベクトルの大きさの取り得る値の範囲を求めようという問題なんですが、まあ、回答は、このようになるんです。2a たす b ベクトルを p ベクトルと置き、a マイナス 3b ベクトルイコール q と置くと。で、それを、a と b について解くと。こういう方針を取ってるんですね。で、問題はこの回答がわからないということではなくて、でそもそもこの発想が至らないという、なんで p と q と置くんですかっていうね、そういう質問が多いんですね。いや、逆にこの、確かに p と q と置くっていうのはわかるんですけど、逆にこの単円の大きさが1のベクトルに対して、こういう発想が逆に浮かばないのは僕は危険だと思うんですよね。2a たす b ベクトルが、円状に乗っかってるので、こういうふうに書けるじゃないですか。単円上に乗っかってる、大きさが1っていうのは要するに半径1の円の上に乗っかってるってことなので、その α と β という角度をとって、cosα、sinα、それから cosβ、sinβ っていうふうに成分表示できるって、僕これは自然な流れだと思うんですね。なので、さっきの p と q って置くのはまだしも、こういうふうに置けるっていうことは、考えとしてないといけないかなと思うんです。で、逆にこういうふうに出てきたら、これ a と b について解くの普通じゃないっていうふうに至りますよね。そういう発想に至りますよね。だから、それが p と q になっただけで、これが p と q になっただけで、この cosα、sinα っていうのはね、p ベクトルとそれ q ベクトルになってるだけで、やってることは同じなんです。ただ、こういうふうに置けるっていうのは、意外と気がつかなかったりするんですよね。で、これだったら、a と b について解いてみようっていう話に普通はなり、で、a ベクトルは、7分の3、これ、解くの省略しますけど、こういうふうになるんですね。で、こっちも7分の3サイン、アルファ足すコサイン、サイン。サインベータとなり、で B ベクトルの方も同じように、7分の、コサインアルファマイナス2倍のコサインベータ、それから7分のサインアルファマイナス2倍のサインベータとっていう形になるわけです。とすると A たす B はもう当然これ足し算成分計算しますよね。A たす B は、これは、縦ベクトルで書くと、7分の4コサインアルファ、マイナス、コサインベータと。それから、7分の4サインアルファ、マイナスサインアルファと。そしたら、普通にこれ大きさ計算するじゃないですか。大きさ計算して、A たす B の大きさが、どこからどこまで動くかっていうのは、サインとコサインの式で表されるので、合成が必要なのかなとか、サインの2乗と三角関数の公式とかが、必要になるのかなという気はしますけれども、それでもそのサインとコサインの所詮二次式なので、なんとかなるだろうという感じはしますよね。ここベータですね。サインベータ。で、2乗取ると、これ展開すると、7分の1のルート、それから、
16が出てきますね。で16のサインの2乗とコサインの2乗が出てきて16が出てきます。それからコサインの2乗ベータの2乗とサインのベータの2乗が出てきて1が出てくるのがありますかね。でマイナス8倍の、コサインアルファコサインベータプラスサインアルファサインベータという形になるんですね。で中はこれやっぱり加法定理で整理しなきゃいけなくて、17-8 コサインのベータアルファマイナスベータですねという形になります。で、自由に動くんだからアルファとベータは当然0から 2π まで動くわけですよ。だからコサインの値っていうのはアルファマイナスベータっていうのはマイナス1から1までこう取るわけですよね。ということで、この中は、どこからどこまで動くかっていうと、一番大きいときは、コサインがマイナス1のときで25ですよね。25から、1のときに9まで動くわけです。で、ルート取るから、5と3ですよね。ということで、この値ですね。この値が、この中の値が9から25まで動くので、A たす B の値は、まあ、7分のがついてて、7分のルート25なので、7分の5ですね。最大値ね。で、7分のルート9なので、7分の3ということになります。これが答えですね。で、統合が成立するときは、アルファとベータが等しいときには、1になって、アルファとベータが一致するときには、コサインアルファマイナスベータが、0になって1になるので9の方ですね、つまり7分の3になるとになるってことですね。で、コサインアルファマイナスベータがマイナス1の時、これはそのアルファマイナスベータが π の時ですね。だから π アルファってこう π プラスベータみたいな時に、7分の5になると。でこれはマックスになるってことですね。こちらはミニマム。ということで答えが、7分の3以上、7分の5以下というのが正解です。まあなので、まあ P と Q って書いてある参考書も悪いような気がしますけど、やっぱりその単円上にあるということで、こういうふうに媒介表示変数できるっていうのはね、ぜひ覚えておいてほしいテクニックだと思います。これ複素数平面とかでもね、よく使いそうですよね。コサインシータたす I サインシータっていう形に置くみたいなね、よく出てくると思います。で、これに、習ってですね、もう一台、演習台があります。これは今度はアウチャートじゃなくて、1対1対応の演習の数2なんですけど、参加関数の、解題ですね。本題ではコサイン x-y っていう値だけなんですね。で、これも、まあ普通に考えたら、まあそのサインの2乗とコサイン、サイン x とサイン y を2乗すれば、2sinx sin y が出てきて、sinx は sin y と積と、cosinx cosin y が出てくるので、それ組み合わせれば cosinx-y のこの加法定理、これ出てくるじゃんってことで、まあすぐこれわかるんですけどね。なんですけど、これをあえてやっぱり、ベクトルで考えていくっていうのは、意味のあることだと思います。cosinx sinx っていう、ベクトルと、それから B ベクトルとして、コサイン Y、サイン Y というベクトルとして考えるところですね。で、この条件が A たす B が3分の1、1、3分の1という。A たす B が、これが、足し算した結果ですから、3分の1ですよね、これね。で、こっちは1ってことでしょ。で、これ、どこにあるかっていうと、まあ、この辺にあるわけです。3分の1ですからこの辺ですよね。これが A たす B なわけです。1、3分の1っていう、3分の1、1だからここですよね。で AB は単円上の点なので、単円上の点で和がここになるってことは、要するにこれの垂直二等分線上に AB があるってことでしょ。だからまあざっくり書けばこういう感じになるわけです。垂直二等分線上に
x と、まあ要するに a と b があるってことになるわけです。これが a ベクトルで、まあどっちを a と b と置いてもいいんですけれども、こうなるはずです。だって足し算がベクトルの足し算はその平行四辺形の和なのでこうなるしかないですよね。これとこれの和がこれになってるわけです。これひし形になるしかないの でひし形ですよね。ここだって全部1なんですから。でベクトルの和は平行四辺形なの で要するに全部4辺が等しい四角形になってひし形になって、ということは対角線は直交するので A と B の位置は分かっちゃうわけです。でこれね、重要なのは sinx と siny の値っていうのは、これ sin の2乗と cos の2乗が1っていう条件があるので、この2つの式と合わせると sin と cos の値出てきそうだなっていうのは分かりますよね。大体の値が、大体の値が解けるっていうのが分かりますよね。でもその具体的な値は解いてみないと分かんないんですけど、図式化するとこの辺にあるっていうのが分かるわけですよ。ここしかないんですよ、その値っていうのは。でそういうこともやっぱり図形で考えていくことのメリットだと思います。だから例えば、サインの値もコサインの値も、まあ、コサインの値はマイナスだっていうのが分かりますよね、なんとなくね。でこれマイナスとプラスで3分の1になってるわけです。でサインの場合は足して1だから、どっちかがマイナスだったら1にならないじゃないですか。だからサインの場合は両方ともプラスなんですよ、これ、ね。まあそういう形になってますよね。でじゃあサイン x たす y の値で、これ加法定理、積極公式いじくれば実際そんなに難しくないんですけどね。この式とこの式とこの式を掛け算して整理すればまあ出てくるんですけれども、でもなんとなく見通しが悪いんですよね。なのでまあこうやって図式化した方がいいかなと僕は思います。でこれコサイン x マイナス y の値のについてはこれ a と b の内積になるの分かりますかね。コサイン x マイナス y ってこれ a と b の内積じゃないですか。これ a と b の内積の値ですよね。これ成分ですから、これとこれ内積取ると cos x マイナス y 出てくるわけじゃないですか。だからまあa マイナス b とかね、 a プラス b の値が分かってて、a プラス b の値がまあこれちょっと計算しないとあれですけど、1の2乗足す3分の1の2乗で3分のルート10というの値が分かってて、で A の値と B の値が両方とも1というのが分かってる時に、内積の値を計算せよっていう問題と同じなわけです。ね、こう普通に2乗して、まあ、通常のその、内積を求める、A 足す B の内積の2乗がね、展開して計算すれば出てくるっていう、いわゆるシンプルな問題です。でこれ内積の値マイナス9分の4になって、答えが出てきます。でこの値がコサインの値ということになります。じゃあサインの値どうしたらいいかっていうと、まあこれとこれが内積が、コサインになるわけですけど、じゃあサインはどうしたらいいかっていうと、サインはこれ、内積の値ではちょっと出せないじゃないですか。でサインの加法定理ってサイン x コサイン y ですよね。だから逆にしないといけないわけです。でそこで出てくるのが面積の公式じゃないですか。面積の公式って AD-BC の形になってますよね。でマイナスがつくので、これちょっとこの B に対してこれ逆にした B' っていうのを考えないと、コサイン Y に対してマイナスサイン Y っていうのを考えると、これと A との成す面積を考えると、これかけるここかけるここ、ここかけるここ引くここかけるここなので、 sin x cos y プラス cos x sin y となって sin x plus y になるわけじゃないですか。
なので、この B' っていうベクトルを考えて、まあ、これ対称移動したやつですよね。で、このベクトルとこの A のベクトルの貼られるこの三角形の面積ですね。これ計算することに等しいわけです。これ計算すれば 3x 値が出てくるっていうのがわかるわけです。で、じゃあここの面積どうやって求めるかって、要するにここのナス角でしょ。だってこの長さ1ですから。で、ここのナス角はちょうどここが同じ角で、ここも同じ角になってるんです。ってことはこの a たす b の角を2倍した角になってますよね。この角とこの角は同じです。ここね、部分同じで、ここ対称になってるので、ここも同じなわけです。ってことは、ちょっと、黄色で書きましょうか。この A たす B までの角、この角ですよね。A たす B までの角、これ、例えば φ とかってすると、コサイン φ の、φ の値って、コサインとか出てきますよね。このファイって、だって傾き3ですから。これね。1に対してここ3でしょ?そうするとここルート10なので、コサインファイって、ルート10分の1。サインファイって、ルート10分の3って出てくるわけです。ちょっと黄色見にくいですね。これね。なので、2シータも、2ファイ求めなきゃいけないので、これ両方とも出したわけです。で、サインの、2φ は 2sinφ の cosφ ということで、これら掛け算したものだから、ルート10かけるルート10分の3の2倍なので10分の6になって、5分の3ってできますね。なので、面積 S ですね。この三角形、ここ例えば A として、ここ C としましょうか。三角形 OAC の面積ですね。これ2分の1、1×1×sin の 2φ です。で、これは、2分の 1×5 分の3ってなったわけです。で、一方、その、ベクトルで表示すると、2分の1、絶対値 sinx+y ってなるわけです。ね、AD-BC の形使うとね。ってことは、これ sinx+y これプラスなので、2分の 1sinx+y になって、あ、こことここが同じだということになるわけです。つまり、sin の x+y の値は5分の3だということになって、めでたく出てくるわけです。まあ、こんなね、大げさな、このことを持ち出さなくても、和積公式、二倍角の公式と、和から積に直す公式でね、ちゃんと出てくるんですけど、ただ、なんとなくこう、見通しが悪い中の計算になるんですよ。なので、まあ、この cosx+y の、x も引く y の方は、なんとなくこう、あ、掛け算すら作れるなっていうのが分かるんですけど、サインの方はなかなかちょっと読めないと思うんですよ、これね。作れないと思うんですよ、すぐね。試行錯誤が必要で、見通しが悪いので。だから、まあ、こうやって円を使って、面積に置き換えて、なんとかこの 3x+y っていうのを作れないかという発想でやった方がいいかなと思います。ここでの、内容というのは、まあ、単円を利用するっていうのが主眼に置かれてます。だからサインとコサインっていうのが、まあ、単円のそのパラメータ表示になってるっていうのを意識した回答ですね。まあそういう問題に対してちょっとアプローチをしました。はい、今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。